ジュネーブモーターショー、1999年、ユーノディエールは、イギリスの自動車メーカーであるベントレーが1999年に発表したコンセプトカーである。サロンはアンテルナショナルドロトで発表された。最高出力465キロワット、6000rpm、最大トルク 760nm、4000rpm のフォルクスワー原生8.0、リットル自然吸気。 W 型16気筒エンジンが搭載され5速、マニュアルトランスミッションが組み合わされる。最高速度は時速 350km を達成した。ユーノディのールという名前は、サルトサーキットの有名なストレートの名前から取られている。ベントレーブロワーに乗ったヘンリー、ティム・バーキンは、メルセデス・ベンツ SSK に乗ったルドルフ・カラツオーラをユーノディのールストレートで一輪を草の上に落とした。 状態で追い抜い抜たこのコンセプトは、同じ VW 参加のブガッティ18、サンシロン、アウディローズマイヤーを経た後、ブガッティベイロンとして決勝した。2000年、ベントレイユーノディエールは、ビデオゲームの、とかワールドツーリングカーズに隠された車として、登場した。ありがとうございます。